山下学は、日本の法学者、米国医学者。立正大学法学部教授、立正大学大学院法学、研究科疎税法研究室教授兼任、元東京国税局国税実作官、元国会議員政策担当秘書。元 TKC 全国会中央研修所顧問。元内閣審議官。専門は、租税法、企業会計法。 船舶税制の第一人者として、海事振興連盟3号会員、海洋立国混和会理事、水公開会員。世界産後省保護協会会長。元、国税職員として、勤務時代に税務相談官を経験し、国税の実務を知る学者として、数多くの講演、研修講師を務める。税務政策研究会主幹。 税務政策研究会は2014年5月に一般社団法人税務政策研究会となり、現理事長は山田美代子公認会計士、税理士。医師としては2010年にカリフォルニア州に登録、現在復腔鏡手術の専門医課程のリサーチドクトル。立正大学法学部教授としては、学部長代行、立正大学大学院法学研究課長、 法制研究所長等の役職に就く。国際連合暫定統治機構安徳への参加、特別職内閣審議官を務めて、随法単行賞受賞。父、山下忠美の長男として生まれ、祖父も台湾帝国大学学長と、学者一族である。税法学者、松沢里志教授の文科生。松沢里志教授は、祖税法は、 争うことによって発展すると説かれ、山下学教授は、税法は生きた学問。基上の解説や過去を争うなら、税法を改正させよう。都市法を法解釈の取り出とする、松沢理論から、立法へと軸足を移していった1981年日本、大学大学院法学研究科博士前期、家庭修了法学修士。アラスカ大学。 東日本大震災の直後、外国医師の特例で、石巻で医療ボランティア。松沢里氏教授の一番弟子として、同教授が主催していた桜税会の理事長から桜税会を改組して、租税法務学会理事長、租税法務学会上任顧問を経て、他元は勝ち大会の後、税務政策研究会を設立、幹事、主幹。 日本税法学会常務理事、租税訴訟学会理事、租税法学会会員、日本公法学会会員、日本海運経済学会会員、日本産後商学会会員。元、国税職員、日本労働組合総連合会財政局長、常磐大学非常勤講師、駿河台大,大学非常勤講師、大東文化大学兼任講師。東京経営短期大学教授。 同ビジネスマネジメント学課長から現職に、立正大学法学部長代行、立正大学法学研究課長、立正大学法制研究所長を歴任。2010年4月から2011年3月まで、カンボジア王立経済法科大学客員兼、教授兼カンボジア祖先総局調査、技法指導研修に携わる。国際船舶制度調査推進委員会委員と。 海運税制に関する委員、座長を歴任。外交は、国土交通省会事局、日本選手協会。内交は、内交総連と、外交、内交とも、船舶税制をリードする。海運税制の第一人者。トン数標準税制を実現をさせた学者として、有名。自ら二等公開し、小型船舶一級を持つ。船舶とは関係ないが、 軽飛行機免許もカナダで取得。トン数標準税制とは、海運にかかる所得税につき、1年間の所得金額に課税される法人税に代替して適用しうる外経標準課税。1996年にオランダとノルウェーが導入。引き続いて、1999年にドイツ、2000年に英国、2001年にデンマークが導入した。 さらに、2002年に、スペイン、2003年にベルギーとフランスが導入している。また、ギリシャでは1880年から類似の制度が適用されている。日本選手協会企画部顧問、内交総連税制 WG 座長。現在、国土交通大臣政務官、参議院議員、大野安政議員とは、身内同然の大親友で、彼の政策顧問を務める。 政策担当秘書時代に、赤祖父俊一アラスカ大学地球物理研究所長の依頼を受けて、日米協議のもとアラスカ大学国際北極圏研,研究センターの設立に尽力した。科学技術庁の事業と採択され、日米協力でアラスカ大学国際北極圏研,研究センターの設立の実現が叶った。山下学教授は、地球環境と、 環境会計論文を発表し、その中で北極圏研究の重要性を強調。その功績でアラスカ大学国際北極圏研究センターから表彰を受けた。旧運輸省海上交通局開事産業課の所轄する外交海運の租税法改正について重要な役割を果たした。1999年から2004年まで数字にわたり、ノルウェー。 オランダ、イギリス、ドイツ、アメリカ合衆国等の開示産業当局や各国選手協会を訪問し、聞き取り調査を行った。その上で、日本の国土交通省会事局、日本選手協会、財務省主税局等と委員会、会議に出席、最終的に、超党派の開示振興連盟の決定を受け、自民党の開示立国推進議員連盟の要求により、 政府、自民党は2008年度から外交海運への法人税を日本船舶については運航する船舶の容積などに基づいて算出するトン数標準課税を導入した。この税制は利益が出なくても課税する一種の外形標準課税だがコスト計算がしやすくなることもあり、業界各社が国際競争力協会、日本選手協会を通じて 外交会運各社が導入を求めた。その租税法学的見地から、理論武装を図るため、数多くの政策税制に関する論文を発表した。国土交通省は2008年度、税制改正要望に新制度導入を盛り込み、与党税制改正大綱でトン数標準税制導入に、言及、2008年4月より導入された。 トン数標準税制の名付け親が山下学ぶ教授。これは、と、ん税、特別と、ん税という別な税がすでに日本にあることから、英文のトン投げタックスをトン数標準税制、略称、トン数税と名付けたものだ。トン数税は、船舶のトン数に応じて、みなし利益を求め、そこに、 法人税率をかけて、納税額を決める制度であり、ノルウェー、英国やオランダなど EU を中心とした、主な海運国、アメリカ合衆国や韓国では、導入済みだった。トン数税の対象を、日本船籍にすることで、海運会社に、日本船籍の船舶導入を促進する狙いもあり、経済的安全保障の観点から、トン数税の導入が国会で議決された。 また、平成25年度税制改正にあたってはとん、数標準税制の改正のため、平成24年に、欧州諸国を歴訪、各国財務省、運輸省、選手協会等のヒアリングを、国土交通省よりの派遣で実施、会場運送法改正にも、資料作成にもあたった。社会保障と税の一体改革において、民主党政権下で、 政府税制調査会長をサインとして4ヶ月にわたり欧州、カナダの付加価値税及び軽減税率、カナダの GST について調査する。その後官民交流で特別職内革新議官を3年任期で務め、閣議決定案、法案、3等合意に尽力し、2014年3月31日に大韓大学に復帰。税法は 生臭い、生きた学問を実践し、大学院生の指導に当たる、熱血教授。卒業者の税理士資格取得者は、数知れず。政財界に人脈を持ち、現在も、各省庁の税法関係委員会や与党、税制調査会専門委員で活躍。その他、税地政学の提言等、論文は多数。 h t t p w w w r i a c j p ッ o s t a f f y a s o u n d m y a m a s h i t a h t m l h t t p s k y g e o c i t i e s j p w c c s s a n g o i n d e x h t m l 国連カンボジア暫定統治機構 日本が初めて PKO を正式に送った歴史的イベント。http://sc.chat-shufle.net/.human/.id32717542006 年から2010年。USMLE には2010年合格。 h t t p w w w j s a n e t o r j p s e i s a k u t a x 3 h t m l h t t p s w w w j s a n e t o r j p s e i s a q s t d t o p h t m l www.jmd.co.jp-article.php n o 1 1 9 6 7 2 h t t p w w w n i p r a c j p n r c k y o d o f a i r b a n k s h t m l http://www.kgpr-ac.com/.riuhp/.kgapp 気温2度イコールは e m くじょっくぎーハット http://www.lec-jp.com/.h-bumka/.item/.v264/.225pdf ありがとうございます。